奈美さんこんにちは今回ね、えー、舞姫大学のナミさんからですね FX のおすすめ証券講座の動画が送られてきました、まあ、こちらの方は動画概要欄に貼っときますけども確かにね FX の証券講座選ぶの大事なんですよね何が大事かっていうとこのスプレッドって言ってね手数料が違うんですよ、まあ、日本国内ではほとんど同じになってきましたけども大きく分けて日本の証券講座が使うのか 海外の証券口座を使うのかこの差が出てきてるんですよねまあどちらも一長一短あるんですけども、まあ、日本の証券口座はねお衣装があるっていうのがねまあ一つリスクになってるかなと思いますまあ最近はどうかわかりませんけども私はそういう意味でねお衣装がないと言われている海外の XM 証券っていうところを使ってるんですよねまあ逆に言うとねそれ以外を 積極的に使ったことがないので、なんか他の証券講座はどうなのかなということでね、今回送られてきた動画を拝見して、なるほどなということで、これからね、国内の証券講座にも、まあ、目を向けてもいいのかな、なんて思ってますね。えー、それではね、なみさん、動画を送っていただきまして、ありがとうございました。まあ、先日ののぶさんとの対談もご覧いただいたようで、本当に恐縮でございます。あの、思ったよりも、声が聞き取りにくいことはなかったよってことなんで、 まあ、受け取り方ねさまざまあると思いますけどもノブ、まあ、さんもねこういった経験を元にですね新しい放送の形とかまあ声のこととかね見栄えのこととかバックグラウンドのこととかさまざ、あ、ま考えていくんじゃないかなと思います、まあ、とにかく自分で表現したことがいろ、まあ、んな、ね、フィードバックを頂い,いてそして新たなる改善とかね、えー、そういったものに続いていくもうだからやっぱりね放送するってことは自分の進化にすごく関わってくるのかなと。 思っちゃいますねやっぱり YouTube 動画だって100回やるよりも300回やった方が300回やった方よりも1000回2000回やった方がまあ上手にはなりますもんね。はいじゃあナミさんありがとうございました。またご一緒させていただきます。それでは失礼します。